写真拡大。オープン戦広島 0-0 オリックス17日マツダスタジアム。広島のクリス・ジョンソン投手が先発し、6回を無安打1四球無失点と圧巻の投球を披露した。初回から内外角をうまく投げ分け、テンポよく投球を展開。3回まで完全投球を続けた。4回は先頭の福田に四球を与え、その後2塁3塁の場面を迎えたが、4番吉田聖を内角速球で2ゴロに封じた。前回登板の12日、日本ハム戦は2回7安打6失点と炎上したが、修正した姿を示した助っ人左腕。持ち球をすべて混ぜて、いい制球で投げられたと思いますと、納得の表情を浮かべていた。